八重山キリシタン事件は、17世紀前半に、琉球王国で起きたキリシタン的発事件。琉球は、第一直し王党により1429年に、統一国家が形成され、1470年に、第二直しがこれを引き継いで、海洋貿易国家として繁栄したが、1609年、薩摩藩による琉球振興を受けて、実質的に同藩の支配下に置かれ、 宮古諸島、八重山諸島も、その支配領域にあった。一方、本土では1603年に、江戸幕府が成立した。当初、幕府は貿易振興のために、キリスト教を黙認したが、1612年には、幕府直轄領に、1613年には全国、大使完全な禁教令を出していた。こうした中、1624年に一石の、スペイン戦が、 八重山諸島の石垣島に漂着したが、この船にはドミニコ海神父のファンでロスアンヘレスルエダが乗っていた。石垣島の有力者で宮永の頭職を務めて引退していた石垣久志将は、遭難者たちを保護し、さらにキリスト教の教えを受けたと疑われ、琉球王府により、留罪とされた。八重山年来記によると、石垣久志将は、 石垣島の富崎に漂着した南蛮船に牛数十頭を与えて自宅に遭難者らを数日間止めたことを咎められ、稽古物という理由で死罪、火災没収に処され、子孫は流罪になったとされている。一方、殺藩吸気雑録によると、1634年の記録に八重山島の宮らとサルシャ南蛮州に成功後当時流罪の有効。 創造品炙りに可否不時とある。この文章を信用するなら、栄章は一度すでに流罪になったところに、1634年に、薩摩藩により、家計を命ぜられたことになる。これにより、栄章は、翌1635年、竜慶地の都泣き島で家計に処せられ、弟の栄帝も、島原の乱の後に処刑された。また、竜ダ神父もアグニ島に流された後、殺害された。 同事件の後、琉球にも本格的な近況作が実施されることとなり、石垣久市長が家計に処せられた翌千六百三十六年、薩摩藩は琉球にも就問改めの実施を命じ、キリシタンでないと認められた住民には、主殺が渡された。その後、五年から十年の間隔で就問改めが実施されたが、その間まま、角紛り、島に、 終始の点検を報告させた。また、それに合わせて、琉球王府の都、八重山統治も、より厳格化していった。ありがとうございます。